クーデター。クーデターは一般に暴力的な手段の行使によって引き起こされる政変を言う。フランス語で国家の一撃もしくは国家に対する一撃を意味し、発音はクデタ、クーデーターである。日本語ではクーデタやクーデタと表記することもある。英語では単にクーと表記されることが多い。社会制度と支配的なイデオロギーの政治的な転換については、革命、統治機構に対する政治的な対抗については、反乱、政治的な目的を達成するための計画的な暴力の行使については、テロリズム、単一国家の国民が階級や民族、宗派などに分かれて戦う、武力紛争については内戦をそれぞれ参照されたし、歴史的にはアフリカ、アジア、ラテンアメリカの発展途上国においてはしばしば政治変動はクーデターによってもたらされている。政治的な暴力としてはクーデターだけではなく革命、レボリューションや反乱、リベリオンなどの概念もあるが、クーデターの概念はその暴力行為の政治的な意図によって区別される。革命はイデオロギーの抜本的な改革を行い、政治権力や社会制度などの体制そのものの変革を目的とする。反乱は政治的な暴力の行使であり、より保守的な政治性を持ち政治的支配の変更を達成するために行われる。対して、クーデターでは支配階級内部での権力移動の中で、既存の支配勢力の一部が非合法的な武力行使によって政権を奪うことであり、行為主体である軍事組織により臨時政府の樹立と直接的な統治が意図された活動である。このような定義に基づいた定量的な研究では、クーデターの発生が歴史的または地域的に偏っていることが明らかになっている。ファイナー、1978の研究によれば、1958年から1977年にかけて157件のクーデターが集中していることが分かっており、トンプソン、1978の研究では59カ国で生じた274件のクーデターを分析しており、熱帯地域のアフリカでは特にクーデターが集中していると指摘している。クーデターを成功させるための戦略と戦術について、ラトワーク、1979が述べているように、奇襲の成功と資源の確保が重要である。ただし、既存の統治機構から権力を奪取して、臨時政府を樹立することが目標となるために、通常の軍事作戦とは異なる側面も指摘できる。戦略的な局面においては、クーデターの達成を確実なものにするためには、反撃を阻止して、第三勢力による対抗クーデターや政治的介入を防ぐために、活動の基盤となる物資や人員の喪失を回避しなればならない。また、速やかに大衆の支持を獲得して、既存の政府に対する支持を無力化する必要がある。軍事組織それ自体は、政治的な正当性を備えた組織ではないために、迅速に国家の首都に部隊で占拠して権力の中枢に関与している指導的な政治勢力を排除するか、もしくは従属させることを計画しなければならない。戦術的な局面においては、クーデターは戦闘部隊が相手となるわけではないために少数の部隊で実施することが可能である。しかし、防御用の観点から実行部隊の人員は技能だけでなく、信頼可能効果を判断して秘密裏に選抜しなければならない。一般に有効な攻撃目標としては通信施設、空港などの交通施設、政府首脳の官邸、国防省や警察本部などの官庁を挙げることが可能であり、反撃を準備する猶予を与えないように短時間のうちに目標を完遂することが不可欠である。鎮圧され失敗に終わった場合には、関与者への大規模な粛清が従来の政権によって行われることもある。歴史上のクーデターは政権内の有力者が自分より上位の者を一斉に無力化することによってトップに躍り出るというものである。自らがトップに立とうとする場合だけでなく、有力者を担いだ者、または有力者を担ぐことを標榜する者が実行する場合もある。中央集権下が著しい体制の下では、中央政権のトップが入れ替わると、地方勢力もそれに従う傾向が強いが、一方封建制など地方分権の強い体制では、中央政権のトップが入れ替わったとしても必ずも、地方勢力がそれに従うとは限らず、クーデターの効果も限定的なものになったり、地方勢力の反撃によって、クーデターが失敗に追い込まれることもしばしば見られる。近世に入ってからは、多くの国で中央集権化が進んだためクーデターが容易になったが、近代に工業化が進み大衆が豊かになり、社会構造が複雑化すると、地方政府、政党、官僚、警察、企業、労働組合、宗教団体、利益団体、報道機関、その他コミュニティといった多岐にわたる権力集団をすべて軍事力で掌握することは非常に困難になり、一般に先進工業社会ではクーデターが稀になってきている。しかし、一般大衆の子弟が高等教育を受けることが困難で、立身出世を望む者が軍に集中する構造の社会では、今もクーデターが頻発する。現代では、軍事力は国軍が排他的に掌握しているため、国家体制が未発達の国で、傭兵や民兵が企てる以外は、国軍によるクーデターがほとんどである。軍の最高幹部が起こすものと、中堅幹部が起こすものがあり、後者の方がより体制変革、革命の意識が強いが、どちらも革命評議会、臨時休国政府等と名乗る軍事政権、junta（評議会）を作ることが多い。そうでなければ最高幹部が名目上退役し、軍の力を背景に利権と弾圧によって、形式上は民政に移行した上で大統領になるというものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。